道聖剣伝説3トライアルズブマナ実況プレイの、パート59やっていきましょう。風の精霊陣の力を手に入れましたね。まあ、クラスチェンジもしたということでね、パーティー全体も一気にパワーアップしまして、戦闘が楽です。はい、でこれからね、風の国ローランと、助けに行きたいと思います。強すぎる。あれなんだ、もう終わりか。なんなら、フォークアイの術が強い。力が湧いてきたぜ。戦闘開始だ。なんならね、クラス3なれそうなステータスなんですけど。精霊集めて聖域に突入した瞬間、クラス3になれるね。一旦下る必要があるか。さあ子供が、急いで進もう。俺が前に耐えた。いい運動になった。俺が前に、よしよし、ガードブレイクのためのため攻撃だけで戦闘終わってるもんな。おかえりなさい。皆さんが無事でよかった。おかえりなさい。賢者ドンペリには会えましたかな。うん、見てて。はいな、お任せください。ご主人様出す。さて、こっからだな。ただ城内にはまだ眠っていない敵がいるかもしれない。くれぐれも気をつけて。樽の中にワンマルドロップと天使の聖杯を用意しておきました。持って行ってください。めっちゃ持ってます。破棄しました。オーケー、頑張れ。
オイラ待ってね、待ってね、これだ。頑張るデッチ。オイラ、やる。めい。何を言ってもなんか、そしてねえ、そうなんですよ。そして破棄しちゃうからさ。何したがるよ、おめえら。どうせなら許したかったな。強すぎる。城内に魔物がいるなんて信じられないぜ。ザメラメ、好き勝手やりやがって。逃がさない。カルドンとか全員城から追い出してやるでち。カルドンとかやっててやる。この調子で行こう。やられに行くようなもんだ。俺たちに任せてここでじっとしていろ。もっと自分を大事にしろよ。王女様なんだろ。でもこの命に変えてもお父様の敵よ。俺は王政とかそういうのって大嫌いだが、
自分を頼ってくれてる人たちがいるんだったら、そいつらを裏切るような真似はしちゃいけないよ。ホークアイ、いい子にしててくれよ、リス。じゃあ。かっこいい。育成プレス溜まりましたね。どうすかな。置くか。あれか、もはや道中セーブもしない。行こうぜ。防御先のどれだっけな。強い。削りやば。ちょびる終わるよ。はいや。まあ、いっちゃう。ただ次の戦法では溶け目か。ビル、ベン、俺だよ、ホークアイだ。俺が誰だかわからないか。頼む、目を覚ましてくれ。知らんな。行くぞ、ベン。おう、ビル。忍法、おう。そこを動くな。
の手でこうってこう減らしてそこを動かさあ、オイラの技を見せてやる。そうだ。オッタ、こいつで決める。こいつで決める。オッケー。覚えてろ美獣様、申し訳ございません。頑張れです。オイラやる。これでローランド奪還だ。イザベラ、展開が早い。もう逃げられないぞ。あら坊や、まだ生きてたの。イザベラか。そういえばそう名乗っていたこともあったっけ。お前は一体何者だ。ナバールやローラントを占領して何をしようとしている。私は美獣、黒の貴公子様にお仕えしている。くそ、イーグルの仇。物忘れが激しいようね。私を殺してもいいのかしら。死の首輪か。そうさ、ジェシカの命、私が死ねばどうなるんだっけ。城を取り戻すことができました。本当にありがとう。でももうお父様は戻らない。仲間だったビルやベンまで、今やナバールは完全にイザベラ、いや美獣の手中に落ちたようだ。美獣、あの人が私の父と国を奪い、エリオットをさらわせた。許せない。リス、聞いてくれ。今あいつを倒せば、あいつに呪いをかけられたジェシカという女の子の命が危ないんだ。頼む、少しだけ時間をくれないか。マナの剣さえ手に入れればジェシカを救うことができるんだ。そのジェシカさんってホークアイの。いえ、何でもありません。わかりました。それに私たちも国を立て直さなければなりませんし。ありがとう、リス。シャルロットも美獣は嫌いでち、おっぱいぼよよんだし。あ、でもまたもし攻めてきたらどうするんですか。一度は炎上して失われた城の防御もナバールによってほぼ修復されている。これなら我々だけでも大丈夫。もう同じ過ちは繰り返しません。我々にはもう眠り花粉は効きませんからの。またエリオット様も捜索隊を結成して探しに行かせますじゃ。リース様は城にお残りになって我々を導いてくだされ。リース様、エリオット様のことが気になるんですね。ここのことは我々に任せてお旅立ちください。リース様は我々アマゾネス軍の隊長。王子様が敵の手中にあると分かっていて城に留まることなどできるお方ではないことを承知しております。いいな、みんな。おう、ライザ、みんなありがとう。私は王国復活のため行方不明のエリオット王子を助け出してきます。
それまでお願いね。リーサ様、お気をつけて。私は再びエリオットを探す旅に出ます。ここで別れましょう。いろいろとありがとうございました。リス、俺は私もう行かなくちゃ。さよなら。皆さんもお元気で。ささ、風の精霊ジンもシャルロットのしもべになったことだし、フォルセナの英雄王様のところに戻るでち。レッツゴー。うん、はい、と、というわけで一旦ハローに戻らないといけないかな。またの大砲で一気に飛ばしてくんねえかな。守りは一切上げなくていいので、パロ、どうなった？まだ盗賊団いるか？二重が去ったことで盗賊団の洗脳も解けているんじゃないかしら。一件落着でちね。これで船に乗れるでち。でもシャルロット泳げないからちょっと怖いでち。が道を塞いだか。敵はいいんだ。雑魚に構ってる暇はねえ。シャルロットに任せるでつ。ついてこれないだろ。街はめちゃくちゃだ。オラオラオラ、たわけものめ。ニキータ、
ニキータ、俺が誰か分かるのか。よかった。皆さん、こいつもナバールのものですが、心を操られてどうすることもできなかったんです。許してやってください。この通りだ。ああ、まあそうやって頭を下げられちゃ許さねえわけにもいかねえ。行こうぜ。バカにしてるわこいつ。美獣は大っぴらに呪術で全員の心を操り始めたんにゃ。事前にそれに気づいて逆らおうとしたやつは美獣が召喚した悪魔によって皆殺しに。すでに呪いをかけられていたジェシカさんには新たな呪術がかからないせいか心を操られずに済んだにょですが、チカロウに入れられてしまい、あのチカロウ、兄貴が脱走してから壁が何重にも強化されてしまい、もうオイラにはどうすることもできにゃくなってしまったんにゃ。やがてオイラも心を操られ。そうか、ニキータ、お前はもうナバールには戻るな。危険すぎる。ジェシカさんを守りにゃかったんだな。気にするな。ジェシカだけ心を操られずに牢屋に入れられているということは、美獣もすぐにはジェシカを殺すつもりはなさそうだ。俺たちは一刻も早く精霊たちを見つけてマナの剣を手に入れ、ジェシカの呪いを解く。ニキータはローラント城に事情を話してかくまってもらえ。はい、兄貴たちもお気をつけて。お、アイテムドロップ率 10% アップ、いいね。ドロップ率はとことん上げておこう。こっち一旦外してドロップ続けるか。待て、これ誰でも装備できるんだ。てか別に無理にホークアイが装備する必要はないので、であれば、こっちをいっそドロップアップにしよう。うん、飛んでいいんじゃねえか。で、移動しよう。いらっしゃい。六つ使って。中のサイコロ、嫁のサイコロ、白王の魂、魔王の魂、塩王のゴミ、あれダブった、一個ダブったんですけど、あれあれダブル、あーでもいいのかな。よくねえな。あれ、あ、来た。これで OK。 これでクラスチェンジアイテムも揃えましたね。うん、はい。
じゃあ、今回ここまでとさせていただきまして、次回、フォルスナに向かうため船に乗っていきたいと思います。では、聖剣伝説3トライアルズブモナ実況プレイパート59、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さんまで見てくれな。